ここからはトーキングスタジアムのコーナーです。このコーナーではスタジアム DJ を務める私チョコがさまざまなジャンルのスポーツの話題をお届けします。今日はスタジオに来てもらうのはちょっぴりお久しぶりのこの方です。それでは恐れ入ります、自己紹介からお願いします。はい、どうもおはようございます。ザ・ナチュラル・キラーズです。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。頃にね、一旦電話ではご出演いただいたんですが、うん、はい、スタジオは結構久しぶりなんです。そうですよ ね、はい、お久しぶりです。そうそう、この時間からはね、ツイキャスもやってます。安全な状態でスマホを見られる方、お家でパソコン見られるよという方はぜひツイキャスもチェックしてください。はい、そう、前回は、うん、まさにジュン・スカイウォーカーズのギタリストであります森潤太さんのツアーのね、うん、はいはいはい、することになりましたっていうお話ですよ。あ、はい、どうでしたか。いや、ちょっと本当に夢のような時間でしたとしか。でしょうね。はい。夢のような。はい。どっちが勝つんですか？ワクワク。それでもやっぱり、さすがに、千代さんでも緊張する？あ、もちろん緊張するんですけど、やっぱりなんかその、楽しいが僕勝つっていう性質が多分あるんですよね。あ、でもいいことですね。そう、めっちゃ緊張したんですけど、やっぱ本番とかは、楽しさが勝ってしまったっていうのはありますね、すごく。はい。すごいですね。いや、本当に。目の前にね、好きな方がいはる。その状態で自分もライブをする、はい、その一緒に一曲やらせてもらったんですよ。それがやっぱ一番ちょっと緊張するというか、でこう歌が掛け合いになってるんです。僕が歌ったらその潤太さんが歌うっていうパートがあって、あ、本物来たみたいな。うわ、そう、はい、そういうのはすごくあります。そのお話はどちらから一緒に、はい、向こうから何かしましょうかってなったんですか？それとも一曲一緒に、もともとちょっとさせてほしいっていうのは、まあ、打診っていうんですか、は、気持ちは伝えてあったんですけど、まあ、最終日が大分なんで、大分の時にできたらやろうみたいな話だったんですけど、心斎橋の日にやったんですけどね、その1日前に急にちょっと連絡いただいて、明日やろうみたいな感じで、はい。急に？そうなんですよ。はい。やります、やります、みたいな。それやりますよね。そうですね。やります以外の答えはないですか？ないです、はい。じゃあでもほんまに直前でおっしゃーって思いながらも、おお明日かという感じでもある。そうですね、もうふわふわして、すぐスタジオに、まあ、一応練習しに行ったんですけど、泣いてできなかったですね、練習が。まだ本番終わってないけど。そうですね、なんか僕やっぱ本番はなんかなんていうんですかね、そんなあれなんですけど、やっぱりそのイメージするので、やっぱこう想像力豊かなんで、なんか涙が出てしまうんですよね。で歓喜が待って分かるけど、はい、もう始まる前のそのイメージからもうグッと。そうなんですよ。そうなんですよね。だ、前が一番結構僕は結構何でもグッと来ちゃうところはありますね。はい。という意味では前、うん、まだ前もあるじゃないですか。いや、ね、そうなんですよ。ね、はい。大分持ってますもんね。はい、大分、仙台とかあって、はい。いやー。そうなんですよね。はい。21が仙台、25、26が大分別府。そうなんですよ。すごい偶然にも私今別府帰りです。あ、すごいじゃないですか、温泉ですか、ね、そう、温泉のサッカーと。あー、そっかそっか。別府から今日の朝帰ってきたところ。あ、お疲れ様でした。フェリーですか？フェリーです。あ、いいですね、一番いいですね。気持ちいい方ですよ、はい、でもなかなか、ね、別府温泉もあれだけあったら何回ろうか悩みますね。確かに、確かに確かに、はい、温泉入らないとね。いや、そうなんですよ。はい。さあ、そんな、まあ、仙台とそして別府の、はい、ライブも残ってるんですが、はいはい、その前にも近々のイベントも、うん、そして先のイベントもあります。まず近々です、はい、私大好きな箱なんですよ。 お客さんでしかまだ行ったことないんですけど、はいはい、なんか心斎橋雨村やけど、うん、大人もちゃんと遊べるライブバーができたっていう。あ、なるほどなるほど、うんうん、はい、そうなんです、はい、3月29日だ。はい、そうです、そうです、はい、イベントご紹介ください、はい。あ、心斎橋の夜を灯してっていう、僕実は行ったことまだないんですけど。ないんですね、はい、めっちゃいいですよ。いや、雰囲気がちゃんと、何ですかね、こう、うん、おっしゃった通りですよね。大人も遊べるんですね。いけるって感じの雰囲気だなと思ってるんですけど、まあ、そこで林義康さんっていう方のイベントに誘っていただきまして、はい、山本義則君ってことを僕と3組で、ライブがあるんですね。 FMII でもおなじみの山本さん、はい、そうです、ね、はい、はい、そうなんですよ。で、その、まあ、林さんっていう方が、もともと、まあ、風来坊っていうバンドで、まあ、メジャーデビューされた方で、ベーシストの方なんですけど、なんか今は、いろんな方のサポートをされたりとか、この前の日、28日ですね、大阪城ホールで、ゴールデンサークルっていう、ミスターチルドレンの桜井さんとかと一緒に、やってるイベントがあるんですよ。で、それでベースを弾かれて、次の日、心斎橋で僕らとイベントするっていう。すごい。そう、結構面白いですよね。すごいことになってますね。そうなんですよ、面白いなと思って。情報ホールから、そうなんですよ。やろうともして。そう。
このギャップ。そうなんですよ。どっちもでもいい空間ですね。まあ、だと思いますね。はい。そうですよ。そうなんですよ。はい。なんか、はい、ありがたく誘っていただきまして。すごいご縁ですね。そうですね。東京で知り合って、まあ、こっちでやるとき一緒にやろうよ、みたいな感じで。はい。言っていただいて。どんどん繋がってますね。なんかね、最近ちょっとそういう嬉しい感じが続いてますね。はい。そして、はい。4月です。はい。そうなんですよ。うん、チキンジョージでまたワンマンライブをちょっとしようかなと思って。チキンジョージのワンマンは最後いつでしたか、はい、ちょっと記憶が僕もちょっと、ね、ちょっと経ってますよね。定かではないんですけど、コロナ禍の前ですよね、多分2021年だった気がします。僕あのはい、で一番最初にやったのはその前の前の年の19年かなと思います。はい、はい、久々の。そうですね。なんか一番最初一人で弾き語りでやって、うん、でその次ビッグキャットやって、うん、その次はまた3人でやったんですね、うん、こうキーボードとドラムを入れて入ってもらってやったんですけど、なんかもう一度なんていうんですかね、一人でやりたいなと思って。なるほど。はい、もう一度ちょっとチキンジョージから、まあ、攻めていこうかなみたいな、そういう感じですね。はい、今回ワンマンしようと思った時に何個か頭に浮かんだんですか。それでもいや、もう今回はチキン、いやいや浮かびましたよ。サイズをやっぱり上げた方が面白いかなっていう部分と、ビッグキャットやりましたからね。そうそう、次やるとしたらだからナンバーハッチとか、おー、まあなってくるじゃないですか。もうないじゃないですか。そうなんですよ。そうなんですよ。そう、大阪ってそうなんですよね。はい。関西そうなんですよ。ライブハウスを飛び出すとビッグキャットがまあ5、600、はい、スタンディングで、はい、その次がもうね1000超えるとこしかない、ね。そうなんですよ。空いたがない。そうなんですよね。でビッグキャットもいわゆるコロナ禍でその、まあ、集客という意味ではそんなにあれだったんですけど、なんかそれがなんか自分の中でちょっと気持ち悪かったんで、なんかちょっとそれはしょうがないよねみたいな感じが気持ち悪かったんで、まあもう一度チキンジョージから、まあ、やり直すっていうあれでもないんですけど、やり直したいなと思って。はい、いやー、なるほど。ということはもう次にまた続いていくことが見えてる上でのチキンジョージ。あ、そうです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 。はい、まあでもあまりにこけたらもうちょっとまた考えようかなみたいなのありますけど。こけることない、ない、ないです。そうですね。はい。さあ今回の、はい、このワンマンのタイトルが、はい、正真正銘です。いつもこのタイトルどうやって決めてるんですか？フィーリングですね。おお。なんかこの時たまたま自主企画を僕2000ほとんどやってこなかったんですけど、はい、なんかちょっとやったんですよ。この決めた時ぐらいに、まあ去年になるんかな。その時が健康一滴起死回生っていう2つのイベントを始めたんですよ、はい、でその流れでなんか感じがちょっとハマってたんですよ、自分の中で流行りだったんですよ、はい、で正真正銘の何かっていうのはまあいろいろあって僕の中に、はい、だからそこもなんかまあお客さんっていうか何なんかなって思ってもらえたら嬉しいかなっていうのもあって、はい、千代さん自身も想像、はい、イメージするの好きやけど、お客さんにもそこ想像してもらえたらなって、ね、あ、そうですね。なんかそういう楽しみがあった方がいいと思う昭和世代なんで、はい。いやでもそうですね、楽しみあった方が、で人によって捉え方が違ったら、そうですね、そう、なんか、まあ、明確に言ってしまう方がいい時もあると思うんですけど、うん、なんかやっぱりそこを想像してもらう方が、まあ、僕なんかはその想像するの好きだったんで、そういう感じにはしてますね、はい。でもそうなんですね、人によってもそうやし、年代にのっとってもそうやし、その人の今置かれてる状況によってもそうやけど、それぞれ変わりますもんね、うん、そうです、そうです、ね、はい、でそれぞれの思うそれがあっていいと思いますね。そうですね、うん、はい、なるほど、正真正銘と、はい、そうなんですよ。さあ4月1日土曜日の会場時間が、うん、6時半ですね、はい、はい、で開演が7時半になってます。1時間あるんですけど、はい、そしてそうなんですよ、はい、長さんって絶対終演も入れてますよね。いや、そうなんです、やっぱり遠方から来られる方とかいらっしゃると思うんで、そうするとアーティストとしてあんま少ないんですよ。でもそうですよね、遠方からする人にしたらね、新幹線で帰れるのかな、横浜線で乗ってきますもんね。なんかはある程度時間を出してあげてた方がやっぱ予定も組みやすいと思うし、まあそうですね、なんかはい、それは結構ワンマンの時は特に出すようにしてますね、はい、はい。気になるチケット代金が3500円とワンドリンクオーダーっていう形にはなってます、はい。チケットは現在、はい、どこで発売中でしょうか？ライブ会場でも、まあ、手売りしてるんで、まあ、僕常に持ち歩いてますんで買っていただいてもいいですし、あとは自分のネットショップでも売ってますし、あとは E プラスですね、はい、でも売ってます、はい。
そう、今ちょっとネットショップという話が出ましたけれども、はいはい、そう、千代さんといえばそうグッズもいろいろとね、そうですね、あ、そうですね、うん、はい、今、はい、グッズの中では一押しは、あ、最近の流行りがいわゆるアクリルキーホルダーですね。ね、はい、そうです、そうです、本当に流行ってます、アイドルでも当たり前にありますからね。そうなんですよ、ちょっと、あ、そうですね、なんかそのデザイン、なんかこうこういう、なんていうんですかね、あの、ちゃんとした吸ったフライヤーじゃなくて、手書きのフライヤーを毎回描いてるんですよ。そうですよね。はい。それで、うん、なんか横に差し絵というか、まあ、その日にちなんだ絵を描いてるんですけど、それをなんか、毎回描くんで、なんか、ちょっと使えへんかなと思って始めたのがきっかけですね。そうか。じゃあ、はい、その、この、描いて終わりやったものを、はいはい、何かしらの形で残せるものって。そうですね。なんか自分が気に入ったやつ。はい、そうですね、はい、グッズのアイディアはいつもどっから浮かんでくるの？ほんまにいろいろ販売してますよね。まあでも誰かがやってるもんをただ知るだけです。あ、いや、これいいやん。そう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 、うん、なんかやっぱりまあアンテナとか言うほどのもんじゃないですけど、誰々さんの物販とかこう一応見るんですよ、絶対。はい、な、こういうの出してるんですよ、どうやって作ってるのかとか、はい、やっぱり見ますし、あとはたまにそのいわゆるメジャーの人のツアーグッズとか見て、どういうの出してんやろうっていう、そので、まあ、コスト的なとことか、まあ、コストはどうしてもね、はい、そうそうそう、ビジネスの皆さんのみたいにね、何万個ポンだって作れませんからね。そうです、そうです。まあその中でチョイスしていくって感じですからね、はい。で、このもちろん4月1日、はい、のまんまに向けても何かしらのグッズが、そうです、またあのアクリルキーホルダーと T シャツがあります。まあその2つなんですけど、はい。で、そう、残念ながらライブへ行かれへんっていう方も、はい、通販もはい、やってますよね。あ、やってます、やってます。やってますよね、はい、やってます、やってます。これはどうやって検索したらいいですか？あ、ザ・ナチュラル・キラーズ、カタカナでもいいんですけど、まあ、英語だと確実に出ると思いますね。はい。そう、でも、アクリルキーホルダーはでも、もちろんキャラクターもいいですけど、はい、それこそアイドルみたいに、千代さん自身の、はい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 、写真でポンとか。ああ、そうですね。まあ、ちょっと、それ、よう恥ずかしいんで、ちょっとあれですけど、写真、写真やります？いや、ありちゃいますか？ありですかね。あの、ついこの間、はい、それこそオリックスバファローズの山崎颯一郎選手はね、はい、あの、裸にエプロンして、はいはい、腕ムキムキで筋肉見せてるっていう、ああ、すごいな、ね。これアクリルキーホルダー出すには見てくれてるらしいですよ。あ、ほんまですか。まあ、面白いかもしれないですね、そうですね、それが。その発想はその発想でね、確かに確かに来たかっていうね、すごいな、ね、いいっすね。ぜひあのオリックスバファローズのホームページもこんなの残念やっていうのなるほど、ね、いや見てみます、見てみます。野球はなかなかね、はい、普段のね、はい、はい、さあ、というわけで、いや、ほんまにね、何回も番組にも遊びに来ていただき、はい、お電話の出演もお願いしということで続いてまいりましたが、はい、今の状態、うん、今の携帯での FMII に来ていただくのは最後ね。え、なんか寂しいです、本当に。まあ、なんとかでもね、電波引き継いで頑張ろうっていう動きもあるので、はい、はいはい、何かしらまた、はい、ご一緒できる日が来るといいなと。はい、そうそう、公式 LINE ありますよね。あ、そうです、そうです、ね、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、そうなんですね。登録していただいて、ね、新たな形でまた、はい、お願いすることがあれば、うん、そこに遊びに来てもらって、うん、で、向こう側の曲もかけてありがとうございます。で、雨ですか、はい、そうなんですよね、はい、そういうこう、西宮在住ではありますが、天とのつながりもね、めちゃくちゃあります、ね、はい、あの、朝日で働いてましたし、僕働いてもいたんですか？はい、仕事してました、普通に。サラリーマンの時はあの向こうの層に住んでましたし、その次は下坂部に住んでました。おー、あ、じゃあケマってとこなんですけど、ケマに住んでました、はい、住んでました、はい。その虎のイメージが結構ね、あ、そうですね、そうですね、そうですね、はい、そうか、はい、めちゃくちゃ思いやります、僕ここ。めちゃくちゃ甘子じゃないですか。そうですよ、あの三和商店街のコンピラうどんとかめっちゃ好きですから、はいはいはい、めっちゃ好きなんで。美味しいですよね、はい、安い寿司。昔からあります。ね、絶対ありますよね。はい、そうなんですよ。お昼に行ったら結構混んでるんですけどね。はい、はい、そうなんですよ。いや、でもこういうお話をすると、なんかまだでも繋がれそうな予感です。はい、うん。なので、一旦ありがとうございましたですけれども、はい、今後もよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします、本当に。はい、いや、でもまずは一番近いのがまだでも、うん、純太さんと一緒にやるのがすぐ、そうです、そうですね、はい、21日ですね、はい、は楽しみですね、はい、そうですね、めちゃくちゃ楽しみです、本当に。またでも大阪とはまた違った感じで、はい、ね、楽しみがありそうですね。そうですね、ね、はい、それがだから、21、25、26、はい、うん、それが終わったらまた切り替えという感じですね。そうですね、そうですね、ライブは結構普通にずっとあるんで、そうか、そうですよね、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんです、数はめちゃめちゃ多いです。そうですね、はい、だからこのタイミングが無理っていう方も、あの、はい、ぜひ SNS チェックしてもらったら、そうですね、これやったらいけるわっていうのは、はい、絶対出てきますよ、はい、うん、ぜひぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います、はい、さあ、では最後に
になりますけれども、はい、ツイキャスご覧の皆さん、そしてラジオをお聞きの皆さんにメッセージいただいてもいいですか。あ、そうですね、精一杯、まあ、やって生きて目いっぱい楽しんでいきたいなと思ってるんで、楽しんでいきたいなっていう方は一緒に楽しんでいきましょう、はい、まさに日々楽しむことですね。そうですね、それしかないですね、はい、ではジョーさん、最後に曲の紹介お願いします。あ、はい、じゃあザ・ナチュラルキラーズでサンキュー8ビート。今日のゲストはザ・ナチュラルキラーズさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。